すいません。すいませんでした。もう一回、つなぎたいと思います。ごめんなさい。皆さん。いや、マジでかっこいいな。いや、マジでかっこいい、川又健吾。くそー。かっこいい。ちょっと、またごめんなさい。呼ぶね。ごめん。すいません。ありがとう。ごめんね。いや、思いのほか、ちくしょう。いい話というか、なんか、ありがとう、ね。いや、てか、こんな話するつもりはなかったんですけどね、正直。なんか、もっとラフな感じで、なんか、ファンにね、ファンに楽しんでもらうような、なんか結構、楽しい感じのやつやるかなと思ったんですよ、俺。でも、ちょっとなんか、自分のなんか、あれが入っちゃいましたね、俺。自分のゾーンに入っちゃいました、俺。いや、いいのよ。俺も、だから、絶対今日は、あのね、バカな話して、はい。もう、やっぱ、ケンゴはやっぱり、ヤンキーだったな、みたいな感じで、締めくくるのかなと思ったんだ、俺は。いや、でも、それぐらいの方が、俺も、良かったかもしれないですね。いや、見てる人は。そんなことない。だって、そんな、俺、それこそね、第3回ぐらいで、千葉ちゃんとね、はい。千葉ちゃんと大喜利やったけど、はい、大喜利って何ですか？大喜利ってお題出してもらって、はい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 、そのお題に対してボケるみたいな、はい、やったけど、やっぱりこんな なんか気持ちになれなかったもん。いやでも千葉さんもすごいっすよ。あの人もすごい、はい、サッカー人生歩んでると思います。そうね、確かにね、そうなんだけどね、やっぱりね、こういう俺はね、健吾からこういう話をなんか聞けるっていうのはシンプルに嬉しいし、うん、やっぱり2人でもっとさ、こんなとこじゃ話せないこともあるじゃん、実際。まあまあ、そうですね、はい、たくさんあるじゃん。だってしかも、健吾って結婚してる？いや、してないです。そうだろ、してないだろ。独身ですね。ガクさんと一緒です。やっぱり、やっぱだから絶対健吾独身とかってなんか絶対あるからさ。何があるんすか？いや、健吾に絶対なんかそういうあれがあるから、独身なわけじゃん、はい、やっぱり。うん、だから、そういう話も今日、俺、そういう話も今日したかったの。どんな、もうなんか、そういう女性の話とかも、これ、やらしい話とかもね、はい、したかったけど、もう、そんな話も今更できねえわ、こんなもん。いえいえ。てか、長く話しすぎた、俺が。てか、これ何分番組ですか、これ。いや、これ本当はだから45分ぐらいで、はい、まあ、その試合の45分をイメージして、はい、番組自体そのやろうかなっていう風なものが最初でやり始めたけど、はい、やっぱりね、熱が入った話ってもうみんなにも伝わるし、はい、俺もしてて本当楽しいから、こっちのもう最高よ、今日とか最高。コメントにも結構来てたよ、もう今日神回とか。ジュビロ岩田のサポーターの人とかも、もうまた好きになりましたとか、永遠に応援してますとか、みんなコメント送ってきてくれてる。マジですか？俺ちょっと話しすぎて、俺脇汗めっちゃ出たんですけど、俺。いや大丈夫、俺なんか聞いてるだけでも脇汗も汗もマックスよ。マジですか？いやけどマジで今日ね、こういう話してくれてありがとうね、なんか。いやなんかまあ若い選手にね、これからどんどんね、うん、こう諦めそうになってるやつらとかが、ね、諦めてんじゃねえよっていう風になってくれたら最高っすね。まあそうだな、これ、こういうの聞いてな、俺も成り上がりたいと思ってほしいよな。いや、本当に、だって俺23っすよ、J1。22か、22歳の時に J1 初ゴールっすよ。そうだよな。だから、そんなんなんか、点取れてないって言って、フォワードで落ち込んでる場合じゃねえぞって言いたいです。いいね、うん。ちなみに、やべ、ちょっと待って、これまた長くなる、俺、話したら。いや、俺、話すの好きかもしれん、俺、マジ。いや、そう、絶対、じゃ好きっていうか、多分ね、ケンゴの中に、やっぱ、いろんな思いがあって、きっと、その、例えば、まあ、後悔だとかもそうだし、その、自分が経験して、もう、要は、他のプロに、もっとお前ハングリーになれよっていう思いも絶対あると思う、たくさんね。
だそういうのが多分伝える場所があったら、俺その健吾のそういう経験談って J リーその若い J リーガーたちに絶対に響きやすいし、うん、やっぱその成り上がったっていう選手のね話って強いわ、刺さる、うんうん、まあでもまだ大した結果残してないんで、まあここからっすね、もう一回這い上がります俺は。最高、もう最高よ、はい、それよ、だって年俸めちゃくちゃ下がったんだろ。はい、 80% 減っす。いや、やばいやばい、本当に。じゃあ、まあ、この辺もちょっともう11時過ぎなんで、ちょっとラフに行きましょう。いや、いいよ。えぐい、えぐい。80% ゲインはえぐい、マジで。ほんまにえぐい。そのさ、やっぱりその 80% ゲインになると買い物とか変わってくんの？自炊になります。お金のことに関してはもうすごくシビアになりましたね。そうなんだ、やっぱり。はい。やっぱもう何それはもうやばい、危機感あるの、お金の面では危機感あるの。まあ今のなんていうかな、まあ今ね、景気とかも悪いじゃないですか。うんうん、もちろんもちろん、うん、それ言われてる1年分数、うん、今俺がっていう考えてください。なるほど、なるほど。とんでもないことになる。だから、でも、この下がったことも俺楽しんでますからね。うわ、金ねえって言ってる俺を。おー。だってさ、ケンゴさ、絶対お前貯金するタイプの人間じゃないじゃん。いや、まあ、そうやって言われるんですけど、うん、ちゃんとやってません。まあ、使うところは使いますけど。うん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 。ちゃんとしますね、締めるとこだって今、はい、大久保嘉人がさっきからね、うん、お金じゃない、嘉人さん、お金じゃないってさっきからずっとコメントしてる、嘉人が、お金じゃない、やかましいわっつって。どんだけ金持ってんだよあの親父。ほんとそうだよな、うん、あのね、持ってる人ほどそれを言えるんすよ。まあそうね、うんうんうん、そう、うん、それはそう、うん、まあだからかっこいいですよね、そうやって言ってくれるのは、うん、そうだよ、そうそう、しかもここにコメントしてくれるってやっぱりケンゴがやっぱり愛されてる証拠よこれ。ヨシトさんなんか言ってる？全然俺見てないんやけど。俺もちょくちょく見てる。あ、ちゃんとゼロとか言ってる。二人ともコメント見ないねとか、結構そうそうそう、ちゃんとゼロ、そう、これ結構さっきからね、Jリーガーの人とかねコメントしてくれてんのよ。あ、本当ですか。そうそう、でケンゴが熱く話してたからそこ俺触れなかったけど、はい、うん、だけどよしと、ほら小遣い制って。まあでも小遣い制やけど、その小遣い制の他にちゃんとこうね、嫁さんが金やってくれてるから金はあるんですよ。自分にその自分の財布の中に金がないだけなんですよ。よしとね、よしと言ってた、うん、俺に海外の、はい、海外で稼いだ給料は1円も使ってないって言ってた。あ、それ俺も聞いてます。だから大丈夫さんの人は、はい、奥よ、何億、はい、とんでもないさ、ね、の人よしとの、よしとの、よしとの暴露したのか、ほんともう。もう何でも暴露しますよ、ほんまに。いやけど、80% ゲインはすごいな、すごいわ。まあまあ、まあまあ、でも、ちゃんとお金のことは親が管理してくれてたんで。お、すごいね、そこ。2年前ぐらいかな、でも2年前ぐらいからっすね。けど、まあまあ2年前って言ったら結構ね、一番キャリアハイぐらいの時だから、はい、いや、素晴らしい素晴らしい。じゃあまあ、もう一回成り上がるんだな、そこはな。いや、当たり前で。え？当たり前で。どんなタイプが好きなの？女の子。いきなりっすか？こんな話で。なんかその、どんな子タイプとか、まあ一緒におっておもろい人がいいっすね。だけど絶対顔とかお前面食いだろ絶対その辺は。いえいえ、そんなことないです。嘘つけ。じゃあこれライブ見てくれてる女性にもワンチャンとかあるの？しっかり。はい。このライブ見てくれてる女性にワンチャンあるのかって。ないっすね。いや、ないんかい、ないんかい。いやいや、なんすかワンチャンって。
川村健吾と出会ってチャンスもしかしたらあるのかなっていう。いやそれはあるんじゃないですか。そんなね、うん、今外出自粛中なんでなかなか難しいですけど、はい、あ。じゃあ結構そのちゃんと女性はその顔とかじゃなくてしっかり選ぶんだね。まあしっかり選んできたかな。でも最初ちょっとやっぱ顔で選んでる可能性もありますね。絶対顔で選んでるわ。だってそうだもん、愛媛から出てきてシーマ乗って成り上がってきた男はやっぱりその最初はそのモデルとかそういうのに憧れあんじゃん。まあ間違いないですね。ほら長井とか見て、長井健介もこれ見て、なんて言ってました、ヨシトがちゃんとセロってなったら長井健介が嘘つけって、さっきのあの一緒にいて顔で選んでないとか一緒にいて楽な子みたいなの嘘つけって来たね、健介、長井健介。あ、マジですか。あ、来てた来てた、嘘つけ。だって今日なんかあのライブする前に俺も見るわって言ってましたもん。そう、だって長井に関してはずっとくれてるメッセ、あのこういうコメント。あ、本当ですか。うん、ずっとくれてた。ごめん、あの俺はもう無視してたけど、古無視してたけど、はい、いやいやいや、けどじゃあもうこれからまた楽しいな。一応 80% 減だけど、自分の中でその、はい、もう一回成り上がるっていう気持ちと、そしてね、これからまだ結婚もしないから、そういう意味ではそういうライフスタイルもちょっと楽しいことがあるね、きっとね。まあそうですね。まあでもあんまり結婚にそんな、なんか、意識はないですね、今。あ、そう。別にそこに必要性は感じてない。まあ、いてくれたらもう本当、嬉しいですけどね。けどまあ、どうなんやろ。まあサッカーやってる間はいいかなって思う自分も今はいますね。ああ、なんか、結構厳しそうだもん、女性に。そんなことないです。なんか結構しっかりそういうのビシビシ言いそうじゃん。おいお前それは違うだろうとか細かく。いや絶対言わないです。多分全部上に立たれるんで俺。本当？はい、女性がしっかりしてる方が絶対いいです。え、そういうのに対してなんかめんどくせえなとか言わない？言わないです。言われたらすぐやります。いい男だなお前。まあけど今なそれこそそんなにあの年俸も 80% 減してるから、やっぱりそのお金目当てで近づいてくる子はなかなかもうこれでいないもんな。まあこれでやっといなくなりますね。いやお前なんて言ってますんだお前。いや今の絶対不利やん。お金目当てがいなくなるねこれでね。よかったね。いや本当によかったですマジで。いいなこれ、今までのそういうの見えるね、健吾のそういうの見えるね、いいね、楽しいね、こういうの、こういうの、こういうの、いや、こういうの俺、本当はやりたかったんですよ。こういうなんかふざけた感じ、あの、本当かどうかわからんような話とか、健吾君、こんなこと言ってんのに、あれ、本当の話かなとか、そういうふざけた話の方が良かったんですよ、正直。ほら、ヨシトがもうずっと言ってるわ。ケンゴとガクと面識あったのとか、いや面識なかったよ、ヨシト、俺とケンゴは。まあけど、お互い坊主だったからね。俺は意識してたけど、もちろん。いや、まあ俺も坊主にしようかな。うん、なんか、ちょっとなんか、ぽくないよ。ねえ、ぽくないですよね。ぽくない、ぽくない。やっぱ坊主で、あの、ラインガ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 ン入れて、ひげさ。でも、それも思ったんですよ。でもあれ、岩田の人なんですよ、あれ入れてくれてるの。もしその人を雇って、電車代払って、千葉まで来させて髪の毛、まあ今俺千葉には住んでないんですけど、東京住んでるんですけど、そこまで来てもらってのお金を払えないんですよね。80% 返せや、マジ。80% 返せ、マジ。80% 減だとそういうこともできないもんな。そうなんですよ。そういうなんかこう、できないですね。まあ、まあ、自分でそれはいいんですけどね。まあでも、LINE 入れてくれてる方がやっぱ気合入るんで。いや、いつも LINE すごかったよ。だってなんか、あの外国人選手とね、こういう左右対称にしてとかやってたでしょ。
そうそうそう。いやいや、だからああいうのファンキーで、そのやっぱり、なんだろう、人の心をああいうので掴むっていうのもうまいなと思ってたもん、俺。本当ですか。でもあれは、でも、まあでもあれやって、ね、やっぱいろんな人が、なんか、子供とかがよく真似してくれるようになって、それは嬉しかったです。ああ、そうだね。いや、子供はああいうの憧れすごいと思うよ。はい。なんか夏休み限定で、髪の毛剃ってきて、うんうん、鎌田選手みたいにやってきましたなんて言ってきたときは、もう本当たまんなかったですね。うわー、それ嬉しいなー、けど。いや、嬉しかったです、めっちゃ。俺はもう、ただの坊主にしかしたことないから、あれだけど。え、入れましょうよ、剃り込み。え？剃り込み？剃り込み。剃り込み剃り込みダメだって入れちゃう。俺でもや、俺はだけどすごいなと思ってたけど、自分じゃできねえなと思ったもん。え、吉本にダメって言われるんですか、その剃り込み。言われないけど、なんか お前何生きてんのっていう空気は流れるよね、絶対ね。いえ、もうそこを突き抜けないと多分できないです。そこから俺が突き抜けれてないの、そこか。まあその人目は関係ないんじゃないですか。あ、突き抜けないと、突き抜けて結果出せばそれが一番似合うんですよ。わあ、かっこいいわ。の割にお前髪伸ばしてるけどな。いや、これまあまあダサいかもしれない。うん、あの今、うん、今言う言葉じゃなかったな。パンチないですね、マジで。パンチないよ。いや、それは健吾、今までのだったに関したらパンチないよ。ああ、ちょっと俺、ヒゲも。いや、まあ、ヒゲはでもラインちゃんと綺麗に撮ってるんですけど。ああ、ほんとだ、ほんとだ。それなんかこだわりがすごいっていうのは大輔とかも言ってたから。そう、今日のために。いや、ありがてえ。今日のためにやってくれたんだ、ちゃんと。はい。いや、ありがたいな、お前は。素敵な男だな。ちょっとごめんね、最初ヤンキーなんて言っちゃって本当に申し訳ない、うん、いやマジ本当昨日まあそんなこと言われたんで俺結構もうキレてましたけどね。だって正直ちょっと怖いイメージあったもん、健吾に。そりゃいや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 、もう全然。あ、そう、もう超優しいです俺は。それはないわ、それはないわ。いやいや、ちょっと充電充電させます。危なかった。いやいやいや、けど本当多分これ今日インスタライブ見てくれた人、イメージ変わった人多いんじゃない。まあでもゴリゴリな感じの自分のイメージでも全然 OK ですね、うん、まあでも、うん、まあそういうこともね、まあこういうイメージ変わらんほうがいいんかな。いや変わらんでいてください。いや、そんなことないで。だってそれいいイメージに変わるのよ。だこれは優しいとかが、要はその優しいというか、そんだけやっぱジュビロのこと考えてくれて、サポーターのこと考えてくれてたっていう、それね、その川又健吾がさらにやっぱかっこいいと思うよ俺は。それでさらに今言ったじゃん、突き抜ける成り上がるって、それをやっぱ実行してた川又健吾さん、やっぱりみんな応援したくなるわ、そりゃ。本当ですか。ああ、うわ、なんか全然本当イメージ変わったわよ。まあ、けど、そうね、80% 減の話もそうやってしてくれるしさ。はい。まあでも、ね、だからこそみんな貯金しておいてくださいね。急に、え、なんでだ、そんなこと言ったってさ、あの、健吾言って、じゃあ貯金どんぐらいあんのよ、今。え？いや、それはみんなに貯金してくださいねって言うんでしょ、その健吾じゃ貯金どんぐらいしてんの、ちゃんと。いやー、言えないっすね。そこは突き抜ける気ないんだね、別にね。いや、まあ、ここはね、まあ、ビビたるもんやから、ちょっと夢ないね。じゃあね、なんか今までやっぱ使いすぎてたって、絶対俺もう結構若い時はもう本当使いすぎてたと思います、本当に本気で。だろ、だって給料もらったって全部使ってただろ、どうせ。まあそれは言い過ぎかもしれないですけど、まあまあ使ってたと思います多分。だろ、何買ってたの、その若い時金使うって。
覚えてないですね。こいつ悪いことにばっか使っとったな、これ絶対お前見ついとったな、これ見ついとったな絶対、うん、もうお前何でも買ってあげてたろ、それこそ。まあ人を甘やかすことは良くないことですね。皆さん聞きましたか、今のが反面教師ですよ、ね、彼ぜひぜひみんな厳しくしてください。え、車はさ、ちなみになんかずっとその多分車好きでしょ、健吾。めちゃくちゃ好きですね、はい。そうやんな、だなんか今までに乗った車とかでもうこれは最高だったなとかある、これから乗りたい車とかあるの。まあまあ、今まではまあポルシェが一番、スポーツカー乗ってたんですけど、うんうんうん、オープンカーで、うん、まあ、それは気持ちよかったですけどね。おだけど、まあ、これから また這い上がって、うん、まあ、またスポーツカー変えれるようになりたいですね。ああ、やっぱスポーツカー好きなんだ。スポーツカー大好きですね。あ、ちょっと俺イメージ違った。俺はなんか、ケンゴは四駆とかそっちのやっぱごついやつ。はい、かなと思ったけど、スポーツカーなんだな、意外と。そうなんですよ。だからフェラーリとかも好きやし、うんうんうん。やっぱ夢持たんと乗れないもんやし、あれは。そうね。やっぱ目指さんと結局乗れないんすよね。なんでなんで。だからもう、目指さんと乗れない。ああ、ああ、うん、うん、わかる。ああ。だからまあなんか、もう買えないっす、まず。高すぎて。まあまあまあ。まあでも、それぐらい、変えれるようにね、なれるぐらいやっぱまた復活したいですね。あるじゃん、そんぐらいの貯金は。貯金は将来の子供のためですよ。わざ、すごい。結婚する気ない人がこのセリフすごいな。いやいや。ちなみに、やたらビートルって書いてる。大久保さんがビートル似合ってたって言ってるから。あれ、台車やつの割。台車のビートルが似合ってたっていうことね。みんなほら、そうそうそう、もうヨシトがコメントしたもんだから、みんながもうビートル、ビートルの大合唱よ、これ。そう、だからヨシトさんがなんか乗っけたから、これヤフーニュース一回なったんですよ、ビートルのなんか、何どうやったっけな、あれ。丸亀製麺に、俺が急いで行って、ほんで、バックして、止めたら、その車止めっていうんですか、あれ。車の止める、後ろの。あそこに、後輪が宙に浮いてたんですよ。乗り上げてたんですよ。で、そのまま俺気づかずに、P に入れて、そのままダッシュで丸亀製麺行ったから、それがなんかヤフーニュースに載ったかなんかで、やたらみんなビートル、ビートル、ビートルって言うんですよ。えぐい。もう、えぐいよ。みんなビートルって入れてるもん。だからもう、ヨシトさんのせい、マジで。ビートル川又とかいいじゃん。語呂的に良くない。ビートル川又。やばいって。ビートル買おうかな、マジ。でももうビートル廃車、あれ、ないっすよね。売ってないっすよね、ビートル。あ、もうあの方なくなったんだ。え、ビートルなくなったんじゃないですか？あります？いや、おじい、中古とかだってあるんじゃん。あ、中古あると思いますね、はい。え、中古あるんじゃないですか？誰かビートル買ってください。ビートル、誰かビートル買ってください。誰か買ってって、川村、80% 減してるから、この人。誰かビートル買ってあげて。80% 減だよ。ちょっと待って、質問来てるわ。ねえ、質問ちょっとやってみましょう。ああ、じゃあさっき消しちゃったから、しまった。嘘。うん。うわ、消しちゃった、さっき。あ、じゃあちょっとこれ、真面目なとこ、これいこう。日本人ですごいと思った選手。え、フォワードっすか？いや、誰でもいい。すごいと思った選手。俺は心臓くんかな。お、え、そうなの？コオロギ心臓？はい。なんで？でもいっぱいいっぱいいるよ、でも正直。今パッと頭に浮かんだのが心臓くんやったっすね。いるんだ。俺、ケンゴ、そういうのあんまりいないタイプかと思ってたわ。本当っすか？うん、うん、うん、うん。あ、やっぱいる けど、コオロギ心臓、それはなんで？いやー、なんでもできるし、うんうんうん、彼が前線におったら、なんていうんかな、
なんか試合見てても安心感ありますよね。まあそれはある、なんとなく。なんか ああいう安心感も俺に、俺もなんかああいうねえって思うような感じでやべえなっていう。いや、ケンゴにはないよ。まあ、俺には全くないですよ。やっぱああいう。ない。それよりも、どっちかって言ったらワクワク感とか、なんか、なんかやらかしてくれるこいつはっていう、その野生感の方があるから。はい。うん、いや、そっちはそっちだけど、見てる方としては、ワクワクするよ。はい、あ、シンザと、シンザとリョウ、シンザとリョウがね、はい。ここで裏情報出しましょうかって。はい、やめとけ。何の裏情報や、マジで、ほんまに。だからもう、小暮文也も新里もね、まあ、吉ともしかりだと思うけども、多分、みんなマジで、あの、話せないけど話したい裏情報持ってんだよ、言語の。絶対。もう切っていいっすか、これ。いやいやいや、じゃあけど、そうね、もうこれで前後半やった分ぐらいの時間経ったから。いや、やばいね。やばいよ、ほんとやばいよ、だってもう。しかも、早くみんな寝ないと、俺600人ぐらいまだ見てるよ。いや、すごい、すごいみんな見てくれて、さっき700超えてたから、だってすごいよ、もう。いや、俺寝ないとみんなやばいよ、みんな寝ようぜ。どういうことだよ、どういうことだよ、それ。え、これさ、こういうのってさ、ケンゴ、何これ、録画とかしてさ、例えばさ、後から YouTube で流したりしていいの？はい、あ、全然いいですよ。まあ、いいし、うん、はい。いや、なんかもう、こんな回になるとは思わなかったから、ちょっと、なんだろう、本当、裏情報を集めまくって、うん、俺の中で、ちゃんとその線引きしてギリギリ出せるやつ、いやギリギリ出せないやつまでは出してく回やりたいよね。それは俺答えることができんから多分ドタキャンしますね多分。なんでだよ、それ出てくれよ、そこもう本当ギリギリアウト、じゃあ完全アウトはもうなしで、はい、ギリギリアウトを話すっていう、はいはいはい、ちょっと一回その回設ける。本当ですか？うん。その回設ける。まあ全然。はい。まあとりあえず一周してからにします？いろんな選手、たくさんいい選手いっぱいいるんで。ああ、そうね。わかった。じゃあ、わかった。じゃあ、ある程度じゃあやってから、で、どうしても俺がね、俺がやりたい企画ということで、いろんな人から裏情報を集めて、はい、今のうちに集めとくわ、徐々に。わかりました。うん、で、スピンオフ企画、ギリギリ話せない裏情報を話しますっていう企画でやりますわ。きちぃ選ぶのだから、ケンゴじゃなくて俺だから。はい。まあ、答えるか答えないかも俺でいいすか？いや、いいよ。いいけど、答えるものなのか、それともさらされるものなのかっていうのはまだこれ違うからね。さらされるもんだけはとりあえずちょっと気をつけてください。OK。で、答えるもの限定でね。OK。じゃあ、はい、次回、ケンゴ出てくれるとき、それで やろうよ、じゃあ。わかりました。はい。OK、OK。で、最後に、友達を。あ、来ました。紹介してほしいなと、タモリさんでやりますけども。はい、ちょっと待ってくださいね。なんでそっちもタモリさんで行こうとするんだよ。ちょっと待ってください。いや、開き方。続いてですね、次回は、やっぱこうやってちょっとむさ苦しい、やっぱちょっと映像をちょっと、ね、ガクさんもそうやし、俺もそうやし、ちょっとなんかこう、濃ゆいじゃないですか、なんか。誰がむさ苦しいよ、お前。映像的に。まあまあ、こんなんな、うんうん。はい。なんで、次はちょっとこう、爽やかな、ちょっとイケメンをちょっと紹介したいなと思って。いるそんなやつ。はい、爽やかイケメン、おう、いい旦那、おう、おう、はい、誰、ちょっとなんかこう雰囲気はちょっとチャラい感じなんですけど、おう、誰、大津雪で、おお、だいぶ爽やかだな。はい、大津雪出てくれるって、
もうしっかりこれ出る前にちゃんともう電話で鬼電して。はい。マジ出てくれるかなって言ったら、出てくれるかなって言ったら、うん、いいともって言ってましたよ。お、マジで、はい、いいね。お、じゃあちょっと、大津ゆうき、じゃあ明日、よ、頼むわ。はい。でも、いいともは言ってなかったですね。すいません。なんで持ったそこ。お前、俺だけめちゃくちゃテンション上がったやないかい。はい。あ、でもなんか、じゃあ、ちょっともう一回、ね、ケンゴから、大津ゆうきプッシュしといてよ。あ、わかりました。サングラス縛りでいきましょう。じゃあで、なんか俺らとは違うサングラスの形に なるよ、大津ゆうき。いや、いや、あいつは多分、やってくれると思いますよ。とんでもないやつ。いや、振りがかわいそすぎるわ。いや、大津これ今見てるんで、あいつ。電話した時に、大津見るって言ってたんで。マジで？こんな長いこと付き合ってくれてる？うん、うん、うん。まあ多分、嫁と見てるんじゃないですか、一緒に。仲良く。リフティングしながら。大津勇気は、仲良くな、嫁とな。の、ね、嫁とリフティングしながら多分見てますね。お前、言うな、言うな、おい。ちょっとじゃあ、ケンゴ、また、大津勇気のさ、はい、あれ、裏情報俺に入れて、一回。はい、もういっぱい入れます。写真とかもいっぱい入れます。はい。かわいそうに明日きついだろうな、これ。勇気、あ、これじゃん、これ勇気どれこれ長すぎっすって来てるよ、勇気。これ勇気はい、大津勇気ってやつ。これ、あ、そうね。じゃあちょっと今俺ここで大津、勇気にちょっと聞いてみるわ。はい。行くね。大津勇気、はい、俺も喋ったことありませんけど、勇気ってすいません、言わせてもらいました。勇気、明日来てくれるかな？さあ、来い。サングラスか。来てくれるか？来てくれ。ああ、松島達也も来てくれてる。すごいな。マスクも見てるやん。マスクも暇なんちゃう？それ、みんな暇だわ、大体。え、ゆうき、来てくれるかな？いいとも入りました。え、いいとも入った？いいとも入ったよ。あ、マジ？いいとも、これ2回目、2回目。おって言ってた、その前の。ごめん、ごめん。じゃあ、オッケー。明日は大津勇気で、今決定しました、サングラス縛りの大津勇気出てきますんで、皆さん。はい、明日はじゃあ、いや、ガーリガッ、いやー、いや嬉しい、楽しみやわ。いやいやいや、今日の後だからハードル上がっちゃってるよ、多分これ。いや、まあまあ、俺、この番組のファンになりました。いやいや、そうやって言ってもらえたら本望だって、俺だってお前もう川俣健吾になんかちょっと惚れちまったんだからさ、くっそ悔しいなけど、なんだこのいい年こいたおっさんが2人でサングラスして喋ってるって、俺なかなかないよこれ。いや、これなんすかマジで。なんすか、タモリさんでやったのにお前はなんかもう外国人のアーティストみたいになっちゃってるからマジで。いや、これルイスのビトンなんですよ。いや、かっこいいな、おい、かっこいいな。なんでちょっとやっぱ外国人風にやっぱ出ちゃいますよね。そういうところね。あ、そう。面白かった今日。あ、なんかあれですね。明日から MC 川俣くんで行こうって言ってます。大丈夫ですか？これ乗っていいですか俺？それにはいいと思って言わんからな、俺絶対に。いやいや。けどね、話すの面白いから、やっぱりそういう気持ち全面的に若手に講演する機会とかあったらいいのにな。まあでもね、どうですかね。よ、吉本入った？自分で、え？え？吉本入ったよ、吉本。あ、吉本っすか？うん。絶対入れないっす。いや、なんで？入ればいいじゃん。吉本の、なんか真似することはできますよ、俺。チチナちゃんも吉本でしたっけ？だ、チチナちゃん。チチナちゃん？ごめん、ちょっと俺が存じてない。え、チチナちゃん知らないですか？俺の、俺がデジッチでめちゃくちゃ真似してたやつ。いや、わかんない。いや、だからか。みんなデジッチって最初の方言ってたんだよ。本当っすか？何やったっけ、あれ。あれ何やったっけ？俺一番最初1年目やったやつ何やったっけ？あ、野生爆弾だ。
え、入ってよ。野生爆弾さん、うん、あれですか、吉本ですか。あ、野生爆弾さんね、はい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 、はい、もちろんもちろん、足してた。あ、はいはい、あのケチャナちゃんね。そう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 、あと乳首ドリルとか。はい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 、分かった。分かりました。吉本入るよ。ちょだからあれの真似とかするのは好きなんですよ。いや、あの多分オリジナルでもいけるから、吉本入ってくれるかな。はい、なんて。こいつはいいな、好きだわ、くそ楽しかったな。じゃあありがとう。あの吉本からオファー行くと思うから、今度は。やばいって。吉本に入ったら吉本の芸の真似ができないじゃないですか。そう、パクリだからね。パクリは良くないよね。はい、うん、そう、パクっちゃダメ。オリジナルで。ここでね、やっぱり、うん、パクちゃう。パクちゃう。そうね、パクちゃう。これ大丈夫かな、これ。ちょ、SNS とか結構荒れないことをちょっと祈りますね、俺、こんな感じで。今日の大丈夫かな。絶対大丈夫。みんな最高だったって思ってるし。あの、明日だから、本当ですか、大津を紹介したことで、また一段と、あの、評価上がってるから、周りの。大津、まあでもね、やっぱサッカーのファンの人はね、やっぱりイケメンも見たいじゃないですか。たまにはな、うん、そうだ。こんな濃いの見た後はもうちょっとイケメンがいいわな、そりゃ。そうそうそう。だから大津でみんな癒されてください。そうね、明日はじゃあ川又の紹介、健吾の紹介で大津駅来てくれるっていうことなんで、最後に、健吾から。はい、みんなにこんなね、こんなご時世だし、あとまあ健吾自身もこれから成り上がるということで、なんかメッセージを送っていただけたらなと。ああ、まあそうですね、まあ今ちょっとね、コロナとかでやっぱりいろんな意味でやっぱみんな大変やし、うんうん、なんかまあこういう時やからやっぱ、まあなんていうかな、まあ自分の今こう難しいな。まあなんか家におってすること多分ないと思うけど、うん、まあその中でもやっぱ自分でなんか探して、うんうん、で、まあそれ以外でこう働いてくれてる人とかに感謝しながら、うんうん、ちゃんと今を向き合ってこれ乗り越えて、また、ピッチでね、うんうん、熱く応援してもらってそこに応えれるように俺らも努力するんで、うんうん、ぜひ、今はちょっとグッと我慢して、グッと我慢した後は絶対跳ねるから、それを信じて、いろんなことにこう前向きにポジティブにチャレンジしてもらいたいなと思います。OK! ありがとう、健吾。ありがとうございます。あ、最高、最高に楽しい回でした。ありがとうございました。ありがとうございます。今日のゲストは、ビートル川又でした。ありがとうございました。やかましいわ皆さんありがとうございました。夜遅くまでありがとうございます。またねー。はーい、ありがとうございます。切り替えおやすみー。え、切りに来てもらっていいですか、これ。え、切りに来てもらっていいですか。何、俺じゃ、俺が切っていい。あ、ガキさん。え、何、切るよ。あ、切れた。あ、切れたね。 OK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 。 はい、皆さんありがとうございました。ちょっとマジで今日長くなっちゃったんだけど、すいません、本当に。こんな長くなる予定なかったんですけども、やっぱりね、川又健吾っていう男の思い、すごいね、大きなものを背負ってたね、ジュビロ磐田、特にジュビロの時は。なんか、ああいう本音、結構も、なんかもっと含んでるけど、結構表に出してくれたよね。あの、言えないようなことまで今日言ってくれたんで、すごい、みんなにとってもジュビロのサポーターにとってもね、それ以外のチームの方にとってもこういう選手の気持ちっていうのがね、見えたんで、とても良かったんじゃないかなと思います。そしてね、最後のね、みんなに一言も、我慢してね、我慢した後っていうのは絶対跳ねると、まあ、間違いないと思います。ああいうね、ああいう魂持った成り上がりたいって思ってる選手がいる限りね、 J リーグっていうのは本当に面白いものなのでね、ここはみんなグッと我慢して、また J リーグ再開をね、迎えたいなと。迎えましょう、必ずね、思います。明日は、ね、こんな今日ね、濃ゆい2人でさ、なんかわちゃわちゃしてさ、明日は大津優輝来てくれるから、また爽やかなイケメンだよ、彼は。まあ俺ももちろんね、試合はしたことあるけど、初対面みたいなもんだから、また楽しみにしてるし
うん、おつゆきのいろいろまた聞き出せたらなと思いますので、皆さんまだまだね、こんなコロナ大変ですけども、不要不急これ控えて、そして、何回も言ってるけども、あんまりダイエットとかそういうこと気にせずにね、しっかり食べてしっかり寝る。今日なんかね、ごめんなさい、ちょっと夜更かしさせてしまいましたけども、すいませんでした。免疫力高めてね、みんなで日本で、そして世界が一つになってね、これ乗り切って明るい J リーグ再開を迎えましょう。今日見てくれた人はね、これ90分超えてるから、もう試合の感覚取り戻せたんじゃないかなと思います。今日も本当にありがとうございました。それでは最後はね、いつも通りこれで締めましょう。皆さん、明日も見てくれるかな。